Hola a todos, bienvenidos a My Spanish School. Soy Richie. El tema de hoy es あなたの趣味が〇〇ならスペイン語を学ぶべきということについて話していきます。今回はもちろんレッスン形式ではなくて少しリラックスしてあなたの趣味がこれであればスペイン語は確実に学んだ方がいいよっていう動画です。なので仕事やキャリアのためのスキルアップに言語を学ぶっていうのは今回除いてますし、あとこの動画で話す趣味を持ってなくてもスペイン語には興味があるって人もいると思うんです。もちろんそういう人のスペイン語学習を否定するわけではないです。スペイン語圏の文化を共有する動画ですので軽い感じで聞いてください。まあでも当てはまったらスペイン語を始めた方がいいのは間違いないです。では見ていきましょう。最初は何個か軽くベタなものを話します。まずは旅行が好きならですね。これは当たり前だろって思うかもしれませんが、スペイン語圏の国を旅行する場合って言語を知るのと知らないのでは楽しめる幅が変わってきますし、特に安心して旅行できることが大きいです。例えばスペイン語ができた方が現地の人と仲良くなりやすいのは言うまでもないですが、ぼったくられる可能性なども低くなります。詐欺などはどこの国でも起こりうることですが、素晴らしい観光地が多いスペイン語圏の国を確実に楽しみたいのなら別に流暢に話せる必要はないです。基礎のフレーズだったり旅行でよく使うフレーズだったりを覚えればいいので学んでみてください。もちろん今のこのご時世では旅行はできないですが、だからこそ今のうちに学んでおいてはいかがでしょうか。チャンネルでも旅行の時やネイティブとの会話での便利なフレーズを紹介し続けていきます。では次です。それが言語を覚えるのが好きならです。でもできたらあまり苦労はしたくないですよね。ならスペイン語が断然おすすめです。特にこれはさっきの点とつながってくることなんですが、例えば英語などの発音が難しくて言ったことが通じにくい言語と違って言葉が伝えやすいです。ということは覚えた単語やフレーズを実践的にすぐに使えるってことですね。なぜなら発音の仕方が日本語に近いものがあるからで、他の動画で詳しく話してますが、例えば飲食店で何かを注文した時に別のものが来るってことは断然少ないですし、聞き取りやすくもあります。でもちろん1ヶ月でベラベラに話せるようになるなんて言いませんが、事実上スペイン語は英語の半分の学習期間で実践的な会話ができるとされています。その理由としては必須である単語が半分であることだったり、日本語のように母音が5つだけであったりで発音がわりかし簡単だからですね。もちろんスペイン語独特の難しいところもありますが、トータルでは簡単な方なので、一つの目標、それが旅行であってもいいですし、それに向かって短期間集中すれば実際に使えるスペイン語が身につきます。はい、では次ですが、どんなに難易度が高くないスペイン語であっても楽しんで学びたいですよね。では映画やドラマが好きならスペイン語を学んだ方がいいよって言いたいです。もちろん英語のコンテンツの数には劣るんですが、最近スペイン語のコンテンツが増えてますし、さらに増えることが見込まれてます。実はネットフリックスにはない最新の面白いスペイン語の映画やドラマもたくさんあります。なのでそれらは概要欄に載せておきますね。やはり言語学習で大事なのは続けることです。でも楽しくないと続かないのも事実です。そういう時に勉強しようと思って学習するのではなくて、気軽にドラマか映画を見ようって思って勉強する方が続くのは間違いないので、このようにまとめました。さらにですが、ある程度上級者になってくれば、まあ当たり前ですけど、どの言語の映画でも吹き替えをスペイン語にすれば学べるので、そのレベルにある程度いけるまで頑張ってみるのはどうでしょうか。映画やドラマが好きな人は教材などでは出てこない実践的なスペイン語をぜひ楽しんで学んでみてください。では次は特に個人的にも感じることですが、サッカーが好きならスペイン語を学んだ方がいいよってことです。これは大きな違いが出てくるなと思ってて、サッカー好きがスペイン語を知るのと知らないのでは楽しみ方の幅がだいぶ変わってきます。でそれを象徴するすごくいい例があって、サッカーの各代表チームのランキングの話です。まあサッカー好きなら知ってると思いますが、 FIFA ランキングってやつです。実はスペイン語圏の4カ国の代表チームがトップ10に入ってるんですね。でそれって意外とすごいことで、トップ10内で4つも同じ言語を使う国が揃ってるのはスペイン語圏の国同士だけです。他はヨーロッパの5カ国とあと南米のブラジルですが、ほとんどが互いに違う言語を使ってます。なのでスペイン語は世界的にポピュラーなサッカーですごく重要性の高い言語であるわけですし、あの有名なメッシや実はクリスティアノ・ロナウドもスペイン語を話します。他にはスペインのリーグがハイレベルであることとか言えますが、そこら辺話すとだいぶマニアックになっちゃうので一応ここまでにします。では最後ですが、ラテン系音楽やダンスが好きならです。ただここではこれに関してのもう少し深いことについて話したいです。っていうのも、ラテン系の音楽やダンスはスペイン語圏の人の人間性を表していると思うんですね。こういう曲って情熱的だったりストレートな歌詞が多くて国民性が出てるなと思います。もちろんみんながみんなそういう曲を聴いたり踊ったりするわけではないですが、平均的には確実に多いです。これで言えるのが、その人間性はもちろん恋愛でもそうですし、友達関係にも反映してきます。
例えばですが、何か希少価値のあるものに興味を正直に示します。具体的な例だと、中南米とかでは日本人はたくさんいるわけではないので、そこでスペイン語を勉強中なんだと伝えれば確実に興味は持たれます。もちろんそれですぐに彼氏彼女ができたり、出会ったみんなとすぐに関係の深い友達になれるとは言いませんが、英語圏の国や特に日本と比べると、最初の壁や仲良くなるためのハードルがだいぶ低いです。で、ラテン系の音楽やダンス、あとは先ほど話したサッカーが好きならなおさらなんですね。で、余談なんですが、スペイン語圏の人は基本的に歌が下手です。これは日本のようにカラオケなどで歌う文化がないからです。自分はそこまで歌唱力がないかなと思ってても、スペインや中南米ではめっちゃうまいって思われますので、そこも強みになるのは間違いないです。ただ、多少なりともスペイン語は話せた方がいいのでおすすめします。この動画で一人でも多くスペイン語学ぼうって思ってくれる人がいたら嬉しいです。では、今回の動画は以上です。ためになったと思ってくれれば、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。 Hasta luego!